だいぶどんどん広まってきたんです。ね、でもまだまだこのチンドエル歌う人はいない。これは不調ですからね。この席は誰にも譲れない。それとね、もう上手な人でも下手をすると下手に聞こえるしね。いや、そんなことないじゃない。実力がないとできないわけでございますけども、はい、今日もまた素敵なお召し物で、はい、登場でございます。はい、昔はなんかね、ディズニーの、ね、物語で、はい、お姫様がこれね、はい、この色はどちらかというとシンデレラかな。シンデレラ。デザインは白雪姫っぽいシンデレラかな。僕あの子供の頃からディズニーの映画とかアニメ見まして、こういう襟がね、超ビジネス。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 これ、超ビジネス。超ビジネス。超ビジネス。全然。超ビジネス。憧れましたね、これ。青木さんは、もう私のために来ていただきました。いえ、そんなことない。1曲目がね、ちょっと難しいんですね。ジャズ三拍子で、はい、My Favorite Things というね、Things、はい、という発音も難しい。My Favorite Things。 お願いです。この次に歌がね、はい、私の話の後に、はい、この My Favorite Things の後が、はい、女の出船なんですね。なんか演歌出船なんですよ。松原信枝さんの、はい、私演歌も本当大好きで、でも両方いっぺんに歌うとやっぱ難しいですね。そうですね。でもこの珍道演芸館の場があるから、いろいろな曲が歌えてとっても幸せな毎日でございます。珍道の演奏っていうのがいいんやろね。いいですよ、何でも大事にしてください。もう屋敷節からヤギ節から、まあ今度またヤギ節ありますね。そうですね、お勉強したいと思います。はい、はい、ということで、はい、青木美香子さんでございます。よろしくお願いします。はい、
Thank you.